緊急区画ニュースで、これはあれなんですけど、ね、もうずっと雨降ってるんですよ。なんか私このあれですね、平塚市、もうほぼ平塚市にいるようなもんなんで、昨日ほぼ平塚市で車中泊してたようなもんなんですよ。すごかったですね、雨。どのくらい降るんだこれみたいな感じでやったらですね、朝方緊急安全確保レベル発表ということで、朝そんなだったかなということなんですけど、ちょっともう一回見て、神奈川県平塚市で市内の洪水が発表された地域では、市内を流れる6つの河川で洪水による浸水水害がすでに発生しているか、浸水被害の発生が差し迫っている状況です。まだ避難していない方、危険な場所にいる方は直ちに命を守るための最善の行動をとってください。今から市町村が定めた避難場所などを目指して立ち退き避難することはかえって危険が増す恐れがあります。自宅やすぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。緊急安全確保が発表された地域では命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。直ちに命を守るための最善の行動をとってください。少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に大至急身を寄せてください。ということなんですけど、そんなそこまで言ってました？まあそのある地域だとそうなのかもしれないですけど、なんかね、いやすごいですよ、雨すごいんだけど、以前も結構あの浸水しそうなぐらい降った時あったんですけどね、今日なんか3日か4日ぐらいずっと降って、昨日の夜中、夜とかから夜中あたりは、なんか、神の怒りみたいになってましたね。平塚市っていうのはね、また、ちょっとね、ワクワクさせて、世の怒りを買ったんじゃないのかという、ちょっとね、どうでもいいかなっていう話ですけども、ちょっとね、平塚っていうと、私、いっぱい知り合いが住んでますんで、大丈夫なのかな。何かっちゅうとね、こういう時出てきたりして、ね、もうあの相模川っていうか馬乳橋って言うんですか、あの辺りのね、あそこサッカー練習場いっぱいあるんで、あそこよくあれなんですよ、崩壊してゴールとかがね川に流れちゃってるのいっぱいあるんですけど、今日はダメでしょうね。ちょっとその辺りもちょっとやんだら外出ようかなと思うけど、今日は出ない方が安全かもしれませんね。ということで、お手軽緊急クックフニュースでした。